沖縄ではペットボトルとトレイ以外のプラスチックごみのリサイクルが限りられます。他のプラスチックごみは焼却炉で燃やされるか埋め立て地で保管されます。沖縄の埋め立て地スペースは限りがあるので焼却される方が多いです。実は 78% のプラスチックごみは燃やされていますが、プラスチックは燃えにくく CO2 や有害物質が発生します。リサイクルができるペットボトルとトレイにもその工程で沖縄の水とエネルギーがかかります。したがって今のプラスチックの使い方はサステナブルツーリズムと相入れないことがわかります。プラスチックごみは問題です。ではどう解決したらいいのでしょうか。解決策の一つにサーキュラーエコノミーがあります。サーキュラーエコノミーはリサイクルやゴミの焼却といった非効率的で消極的な行動を積極的な製品システムの再設計で変えるというコンセプトです。